どうも、いちめちゃめせです。はい、ということで、今日もやっていくんですけどね、今日はね、熊本君のね、克服がね、決勝戦でね、負けたということで、まあ、これにね、ついてね、ちょっといろいろね、語っていきたいんですけど、まず言いたいのはね、ほんまにこう、熊本のね、レベルがね、めちゃくちゃね、ちょっとね、落ち始めてるなっていうのが、僕の中のね、ちょっと印象で、やっぱりもうここ最近ね、熊本県ってやっぱ秀岳館がいたりね、九州学院がいたりね、なかなかね強かったんですけどね、ほんまにここ最近ね、なんか全然ね、あんまりね、名前のね、聞かない国府がね、選抜に出てきたりね、ほんでね、その国府がね、まあ熊本工業って言って、ね、まあ3年前ね、甲子園ね、出てきたチームがね、こう、まだね、ちょっとね、今回ね、勝ったんですけど、まあそのね、熊本工業も、エースがね、途中でね、怪我で離脱してもダメかと思われとったんですけど、優勝できたということで、まあほんまにね、いろいろ思うことはあるんですけど、まず言いたいっていうかね、まず驚くのは、やっぱりそんなコンディションでも、もう勝ててしまうようになった、この熊本県がやっぱレベルが落ちすぎてるなっていうことに関してちょっとね、寂しいなと。で、まあ、6対2って言って、まあ、国府もね、決勝戦までね、行ったのはさすがなんですけど、やっぱりそんなね、熊本工業が、まあ、いわば、ダントツでね、これ、熊本県をね、制してるんですよね。だからなんか、そんな、ね、その、じゃあ、熊本工業が弱い、とかね、強いから、優勝したから、まあ、なんて言うんですか、その、文句あるのか、みたいな感じとかじゃなくて、やっぱり熊本全体の、ね、レベルがね、ほんまに落ちてきてるんで、ね、熊本工業のピッチャーがね、エースが離脱した中で、で、最後もね、ワンサイドゲームでね、優勝っていうのは、なんかこう、九州のね、ほんまにね、野球人気っていうのがものすごい落ちてるんで、なんかそこをね、こう上げていってほしいなと、思うのと、なんでね、九州のね、野球人気がね、こんなにね、下がってきてるのかも、なんかね、ちょっとね、わかんないんですし、なんかなんでね、九州ってね、こんなに、ね、それこそ福岡県のね、観客みたいな、なんか知ってますか？神奈川県のね、福岡県の観客のね、もう違いみたいな感じでね、結構なんかね、動画回ってる、動画というかね、写真ね、回ってるんですけど、もうね、福岡県はカラカラで、神奈川は満帆なんですよね。まあ、その球場の場所とか、まあそんな云々はあると思うんですけど、やっぱり熊本県ってね、ほんまにこう昔みたいになんか、めちゃくちゃね、強いね、カード、強いチームがね、出てきてないんで、なんか今日の、この熊本県の、試合に対して、ね、国府がね、ここまで、まあ、ワンサイドゲームで、負けるっていうのが、まあちょっと非常にね、まあ、考えることがあるというか、ちょっと悲しい、出来事ですよね。だから、秀岳館もね、今年ね、なかなかね、新しい監督になってね、強くなってるとかね、復活するってね、言われてる中でね、やっぱね、この結果なんで、やっぱり夏のね、難しさとかね、やっぱりどの、ね、県にもあると思うんですけど、やっぱりね、この熊本県って、ほんまに逆に言えばなんですけど、今ね、いろんな高校がね、チャンスですし、だから逆に言えばこの熊本工業がまだね、甲子園でね、目立つような、試合とか、まだなんて言うんですかね、こう、ストーリーのあるね、戦い方とかをね、するとね、やっぱりね、そこにファンとかもついてきたりね、そこにね、憧れる人とかもね、間違いなくね、出てくるんで、だからこの熊本工業はね、マジで頑張ってほしいなと。ほんまにね、この熊本県ってやっぱり140ね、国分のピッチャーとかも140掘ったら、まあ、えぐいピッチャーっていう感覚なんですけど、もうこれね、全国レベルに行くとね、140なんかもうちょうどいい、ね、むしろちょっと遅いぐらいのね、感覚になりますから。だけどその甲子園レベルに、今からね、合わせて、もうほんまにね、甲子園出てきてね、やっぱり対戦する投手っても結局140後半ね、掘ってくるピッチャーばっかですから。ね、もう選抜ですらね、140後半ね、ばっかのね、ピッチャー陣がね、いっぱいいたので、で、その中で、やっぱね、こうやっていくっていうのはね、大変やと思うんで、なんかね、ほんまにだから、ね、熊本県で戦うようなね、感覚でいってると、やっぱりね、甲子園ね、もうね、ボロ負けしてね、ちょっと、ね、恥かいてしまうんで、結構ね、気合い入れとってほしいなと。で、熊本国府もね、この選抜とか出たりね、なんて言うんですかね、こう選抜出たり、あっちね、勝ったりで、熊本国府ね、今年強いとかね、言われてる中で、なんやかんやでね、この決勝戦までね、
来れたことは、なんか普通にね、すごいなって思いますし、やっぱりその、偵察されてる中とか、やっぱり名前が売れた後にね、こうやってね、なんていうんですか、決勝まで来るっていうのは、ほんまにね、強豪校っていうか、ね、今年ほんまに強かったやなってね、思いますし、やっぱりその高校野球って、ね、意外と、ポッとね、出るのはね、簡単なんですけど、そのやっぱりいくらね、選手が集まってても、やっぱりその偵察されてる中とか、やっぱり相手がね、データを取ってる中でね、勝ち続けるっていうのはね、なかなかね、至難の技なんで、だからね、それをね、やってのけてる感じがね、熊本国府はね、するんで、だからやっぱりね、今後もね、ちょっとね、これからもね、頑張っていってほしいなと、思いました。で、やっぱり熊本国府はやっぱり選抜でね、名前がね、多少出たんで、その辺のね、九州の熊本県のね、いい選手とかもね、結構ね、今後ね、入ってくると思うんで、だからその入ってきた時にどうね、育てるのかっていうのを、やっぱりこう、もっとね、育成力あると思うんで、そこをね、こう鍛えたら、やっぱりね、熊本国府ってもしかしたら、熊本県ってね、ほんまにね、一強のね、時代をね、作れると思いますし、ほんで逆に熊本工業とかはね、この夏ね、またね、甲子園で暴れたり、することによってね、熊本県のほんまに、ここもね、めちゃくちゃ、ね、強くなる可能性があるんで、今熊本県ってほんまにね、代表っていう代表ね、主役がね、ほんまにね、いないね、県なんで、まあ、このまんまやとほんまにね、またね、今九州学院とか弱ったり、修学館がね、今こう立ち直ろうとしてるんですよね。で、それがね、立ち直る前にもう仕留めとかないと、ほんまにね、修学館とかまた蘇り出したらね、めちゃくちゃ強い強みになると思いますし、今ね、めっちゃね、強くなってきてるんですよ、修学館。こんなさ、負けてしまったんですけどね、評判的にもね、修学館ね、だんだん上がってきてるっていう話をね、よく聞いとったんで、その上がってきてるチームをどうね、叩くのか、そこがね、こう上がってくる前に、やっぱりこの、ね、試合に勝つも大事ですけど、やっぱりね、名前を売る、これがね、一番ね、選手募集とか、やっぱり高校野球をね、ずっとね、強いチームをね、続けていくっていうのを、続けていく上でね、大事なんで、そこはね、こう頑張ってほしいなと。だからまあ、ちょっとショックやったのは、まあ、この熊本県っていうね、高校野球の、レベルがね、かなり、落ちてしまってるっていう、話と、やっぱりそうなってしまってることに対して、やっぱりね、僕は非常にね、悲しいなと。思いました。まあ僕が何が言いたかったかっていうと、やっぱね、熊本ね、国府はね、上まで上がってきてね、偵察されてなんか上がってきてすごいですけど、やっぱ熊本工業のね、エース離脱で、熊本工業がね、あっさり優勝してしまう、この熊本県のね、野球のレベルはね、落ちすぎやっていう話をしました。はい、ということで皆さんの意見はぜひコメント欄に。それじゃあ、お疲れ。